はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーガッチャード38話。これは泣ける感動の最終フォーム登場会&ホッパワー復活おめでとう。この辺のさ、ストレスを感じさせないのが今時だね。先週僕らの心が闇に染まりそうなぐらいな、うつ展開だったけど、1週間でそれを逆転させたね。ということで、ガッチャードの最終フォームのレインボーガッチャードが登場し、どうやらレインボーガッチャードは虹の力で真っ白になってしまったケミーたちも助けることができる上に、ライダーキックを打ち込んでもカードに戻すことができるっていう最終フォームらしい万能感。やっぱさ、助けることができる最終フォームっていいよね。破壊だけじゃないみたいな。で、来週さ、なんか劇場版ガッチャードみたいな、なんか劇場版電王的な宝太郎がいっぱいいる。ガッチャ完了、クライマックス101でもう残り2枚まで来てたんですね。残り2枚をゲットして101枚を集めるのが来週のようですが、今週は最強の姿登場会ってことで、いろんなことがあって、何気に30分じゃ足らないぐらい、だいぶ駆け足だったね。特に輪廻関係とかは鼓舞されて秒で変身するみたいな、レンゲお姉さんが奮い立たせるシーンが良かったのと、あとは以前仮面ライダーウェブで解説された錬金術師の天才の証の黒い炎、スパナが所有してますけど、これはギギストと同じ性質の力で、まあその分ちょっと危ういみたいな。それがギギストから自分と同じ力だよっていうのがスパナに伝えられたりとか、しかもその力をうまく使うと5体同時錬成もできるらしく、ファンタスティックマルガム5タイプミクスタス、すごい名前だな。ファンタスティック関連の5体のマルガムを一気にマルガム化して、しかもそれを融合させるっていうね、荒技を使ってましたから、要はスパナも自分の才能を最大化すれば5枚同時錬成変身もいけるってことだよね。スパナのパワーアップへの伏線がどんどん張られるね。冥国王ギギストが5体のファンタスティックケミーを一つに錬成したマガマガしいマルガム、神話で語り継がれる伝説の力を合わせ持ち、超常的な攻撃の連続で迫りくる。また冥国王により難解な術式が施されているため、錬成解除には通常のマルガム5体同時に解除するほどの超高等技術が求められるで、それを虹の力で強引に解除したレインボーガッチャードというか宝太郎の無茶苦茶さ。でも最近ね、マジエドもバルバラダも戦績が悪いですから、ここいらで強化が入ってくるのかな。まあ去年も38話39話でギーツ自体は最終回を迎え、そっからサブライダー強化祭り&プレバ祭りがありましたから、今年もあるのかな。というかレインボーガーチャードの登場回としては本当にね、申し分ないエピソードだったし、横顔すごかったね、矢印がでかすぎて。あとはホータローが改めて才能が、錬金術の才能がない普通の高校生ってことが示されましたし、それが故に自由な発想の錬金術を使えたりとか、また新たな栄章を開発したんだけど、それが虹型でファイアガッチャードの時と同じような自分だけの自由な栄章みたいな、変わった形からの錬金術を発動可能みたいな、それがホータラの強みなんですよね。この横顔を見て矢印が超出っ張ってんのよ。あとは動くと思ったよりガッチャードっぽいっていうか、まあバッタ要素がやっぱなくなったのはちょっと寂しいけど、レインボー要素強め。あとは錬金術の使用方法がなんか料理と似てるみたいなのを思いついて、それで次々とトリッキーな技を使ってましたけど、ここで宝太郎の料理好きが錬金術に生かされてくるとは。でニジゴンもね、タマゴンからニジゴンになりましたね。これ両方とも岡本さんなんだよね、ボイスが。最初はやっぱね、卵状態だとヒンメルっぽかったけど、その後はやっぱり急に幼児化したというか、ガンガーンみたいな、君そんな感じだったっけみたいな。宝太郎にも突っ込まれておりましたが、自分は孵化したくないっていう思いがあって、それはケミーが散々大変な目に遭ってるのをガッチャードライバーを通して見てるから、卵の殻の中で宝太郎と一緒に過ごそうとするんだけど、だけどガッチャードライバーと宝太郎を通して外の世界を見てたせいで、外の世界に実は憧れてて、宝太郎はホッパーワンを失って内向きになるんだけど、ニジゴンとのやり取りで少し前向きになって、やっぱり現実世界に戻るよって言って、ニジゴンと一緒に戻ろうって言って現実世界に2人で戻ったらこの姿になってたっていう。ニジゴンの世界っていうのは、あの卵の内側の思いが具現化するっていう話があったので、宝太郎の思いによってこの形になったのかなと思ってるけど、ガッチャードライバーの素材がニジゴンってことで、そもそもがニジゴンのこの形状があってのガッチャードの見た目なのかなって解釈したかな。なのでこっちの形があって、それに影響された姿がガチャードっていう。でちっちゃいゴーグルがあるんだけど、そこに宝太郎の宝物のゴーグルが大きくデザインされた見た目になったんじゃないかな。でもゴーグルは残してほしかったな。あとはおもちゃの事前説明みたいに、やっぱ下顎押すとワンタッチ変形でしたね。
それとここの真ん中にねクリアパーツの向こう側に小窓があって、しっかりカード絵柄が透過されるようになってましたから、これはレインボーレアのフルカラーガッチャードのフェイス、あれとこの矢印の複眼がどう重なるかが楽しみなので、今週の話を見ていくと、ホータロと共に消え去った巨大な卵は何なのか。そう、オープニングすら流れなかったね。巨大な卵は異常なエネルギー量から101体目のケミであることを分析、ホータロのドライバーに組み込んだものに違いない。要はフーガーが作ったドライバーはケミを素材にしてるんじゃないかっていう噂があったけど、それが本当だったと。でリンネも自分が絵本の話をしたからと責任を感じ、ホッパーワンを抱いたまま動けなくなってしまう。ホータロは卵の中で青い卵と出会って、この中にいた方がいいと告げられる。それでもホータロは技術を倒さなければと意思を示すが、青い卵はホータロは普通の高校生、傷つくと分かっているのにどうして。そう、ここで君錬金術師の才能なんやでみたいな感じで改めて言われるみたいな。で卵の外では5体連成したファンタスティックマルガムと戦うスパナーとリンネだけど、めちゃ強かったね。2ライダー同時攻撃でも全く腹が立たなくって、一方ギリストは卵を破壊すべく波動を放つ。異変を察知したホータロは具現化したキッチンで作った特製オムライスを卵に食べさせて説得。卵も外の世界を知りたかったと本音を口にすると、ホータロは卵のガッチャを叶えると宣言。卵はホータロを信じるとカードになると、カードをドライバーに装填する。マジェダとバルバラとか強烈な一撃を浴び変身解除した。そして最後の一撃が放たれたその時、あ、もうここ虹がかかってね、二人は守るんですよね。ホータロが帰還、うん、レインボーガチャードに変身、うん、空に大きな虹がかかると白くなったケミーも虹色に輝き始める。で復活してたんですよね。レインボーガチャードはファンタスティックマルガムを圧倒すると、必殺のライダーキックでついに撃破。5体のケミーたちをカードに召喚すると、ホッパーワンら白くなったケミーも全て復活させた。全てのケミーを無事に救出したホータローはニジゴンやリンネやホッパーワンらと喜びを分かち合う。そんなホータローを見つめるミナトと強化、若い錬金術師たちの可能性を温かく見守っていこうと誓い合う。まあ自由な発想の錬金術も必要なんじゃないかっていう大人チームの話になってましたね。でもホータローとニジゴンとホッパーワンの三角関係みたいなのでちょっと思ったわ。で来週がなぜか3人いるホータローにオジーラカンスとパクラプタでカジキも一緒に探す形なのか、かわいいただただかわいい。ついにアトロポスとラティシスがなんか直接対決、ニジゴン捕まえられてるじゃん早速ギリス様に。ついにケミをフルガッチャ、幻の虹のケミニジゴンをガッチャし、101体のケミコンプリートまであと2体。その2体はオジーラカンスとパクラプタ、ガッチャを目指しそれぞれ独特の作戦を繰り出す一度。ただ見ているはずのない冥国王ニジゴンという脅威に本気の猛攻、101体のケミが揃う時レインボーガーチャーとの真の力が解き放たれる。でみんなケミがレインボー化するやつっていうかさ、ギリスト様全てを理解してるはずなのに全く何もかもがうまくいってなくて草っていうぐらい何にもできてねえやんみたいな感じでちょっとかわいそう。ガッチャどころは皆さんお待たせしました、今度こそ胸を張っていましょう。仮面ライダーガッチャードは明るく楽しく仮面ライダーです。卵の中の対話によって出た答えが自分を引き止める卵すらも誘って、どこまでもガッチャを目指そうとするホータロのシンプルさ。そう、闇に染まりそうになっても一旦自分の中にこもって自分の中で答えを出そうとするっていう、今回みたいな行動するのはあんまりいないタイプの主人公だったかな。こうしておけば仮面ライダーっぽいんでしょっていう既存の価値観を超えたいっていう我々制作人の願いもちょっぴり込められた。あー、これまで8ヶ月お付き合いいただいた皆様はお分かりでしょう。いつのせホータロは普通の高校生よりは若干ちょっと変な高校生ですね。やっぱり普通の高校生じゃなかったみたいな、ちょっと変な高校生、まあガッチャとか言ってる時点でクラスで浮いてるみたいな、そういう設定もありましたから、この変化は最初想定していませんでした。ケミ好きにも理由があったし、実家が定食屋だから料理も好きだし、お母さんとは喧嘩もするしと、なるべく普通の人として設定してきたはずなのに、一ノ瀬宝太郎演じる元島、あー元島さんか、元島さん自体がちょっと変わった高校生みたいな素の感じがねあるもんね。あのイベント行ったからすごい分かったよ、もう宝太郎じゃんみたいな、それが反映されてたわけっすね。キャストと各話監督たちが演出してこられた宝太郎の積み重ねの結果がちょっと変な高校生、そしてその部分があったからこそ宝太郎が既存の価値観を超え生んだのがニジゴンのあのキャラへの結実したのだと思います。決して青いオムライスに伝説の勇者系穏やかキャラをヒンメルねをワンパクキャラに変えてしまう変な成分が混ざったわけではない。要はニジゴンもホータロの影響を受けたわけか。それで
ポータルのガチャと同じでゴンゴーンっていう不思議なことを言ってたわけね。次回はいよいよ101体をフルガチャ、そしてレインボーガチャとの固有能力ガッチャーブラザーズなんだそれ、もうかぐや様の影響を受けてるやん。ポータローが初めてガーチャードに変身した時、 UFOX から X ガチャエバーを受け取った時、ポータローが見た変身イメージは卵の力が見せていたものでしょう。なんか過去にそういうライダーがいたとかそういうのじゃなかったんだね。絶望するポータローへ、ずっとここへいなよっていう問いに対して、それでも A でも B でもなくC から導き出す、それがホタロウだ、じゃあ一緒に出ようぜっていう、確かにその選択肢はなかったわみたいなね。そして自責の念から戦う意志を失ってしまったリンネに厳しく当たるレンゲ姉さんだったけど、ここ良かったわ。そしてスパナ、ギリストが持つ黒い炎は自らが持つ力と同じものであるというギリストとの結びつきを知るスパナ、共に来いと勧誘を受けます。ギリストはスパナのことをどうやら相当買ってる様子だけど、スパナに関しては仮面ライダーバルバラドになる過程でもう乗り越えてますので、黒い炎のことを聞かされても全く意に返さない感じでしたね。相変わらずの宝太郎の自由栄翔で、青空みたいに晴れ渡るだっけ、みんなの心が未来のガッチャを俺が作ってみせるかな。要はリンネパパはタマゴン状態でガッチャードライバーの素材にしてたってことですよね。でボイスはそのまま岡本さんなんだけど、全然違う声でびっくりしたからのレインボーガチャド聞いた。なんか何かさ、動きがあることにドゥーンドレミファソラシドみたいな、あのピアノ音になってたけど、あれおもちゃからなるかな。初期のガチャドライバーが放つ虹色の光彩が最終フォームに戻ってきたようで、ある意味原点回帰の形となりました。でここまで考えられてたってことですよね。そしてガチャドといえば矢印、そのトレードマークがスーツの主体モチーフに、マスクは横から見て巨大な矢印に見えるようにこれでもかと鋭利になってます。ここがすごかったんすよ、ほんとこれやばいね。横顔とさ前からのイメージが全然違うっていう。特に戦い方に大きな変化が、卵世界でオムライスを作る中で、錬金術は料理と同じ、素材はちっぽけでもガッチャンコすることで大きなパワーを生み出す。錬金術の本質をつかんだ宝太郎、宝太郎らしい自由な発想で錬金術を使って戦います。あ、そっか、新しい歌もね流れてましたね。で背景のこの爆発はワンチャンギリスト様かなと思ったけど、今回の融合ケミーでしたと。なぜケミーたちが元に戻ることができたのか、その秘密は次回明らかになります。あ、ちゃんと説明してくれるんだ。ということで先週ねめちゃくちゃな絶望に落ちましたが、今週のこのそれが解放された感じ。とはいえレインボーガッチャードのデラックスアイテムは来週じゃなくて再来週なんですよ。6月15なんですよね。もう来週遊びたいんだけど。バンダイキャンディースタッフブログはライダー系は特にないんだけど、あ、衝動スーパー恐竜じゃん、これなんかあれだっけ、チラッとティザーがあったやつだったっけ。うー、買うわ。まだ思いっきりサンプル感、手塗りのサンプル感あるけど、全員が最新の素体造形で、食玩フィギュア化、細かい塗り分けや造形を再現、担保印刷仕様で仕上げてると。ガブリボルバー、ガブリカリバー、ガブリキャノン、あ、ここはシールか。でもこれ、あ、でも武器はシールか。結構武器はがっつりシールだけど、アームドオン、アームドオンもシールか。まあアームドオンはシールなん別にいいな。だけど恐竜じゃ本体5人ががっつり塗装なんだよね。塗装にしか見えま、今ちょっと手塗り状態だけど塗装にしか見えないもんね。あ、ケントロスパイカーも、おー、これで8500円、買うわ。あー、10人全部揃うんだ。追加メンバーも勢ぞろいですって。恐竜プラス人間、聞いて驚け。これは買うわ。こんなのが、こういう紙アイテムが予約開始になってるそうです。恐竜レッドだけは進行調化されましたが、まあ、他のキャラはまずされなさそうなので、だいたい今ね戦隊はレッドが発売して終わりなんで、まあ、アーツ1体分で5人分フィギュア手に入るのいいよね。はい、レオンチャンネル、ショートスーパー充填戦隊恐竜じゃ1をポチりました。あとはこの辺の食玩系フィギュアで言えば、今月にねスターガッチャード、あ、スターガッチャードテレビ出ないのかな。でもこういう風な5枚連星を、要はスパナができるってことですよね。この辺が一般発売しますので、まだ食玩ガシャポンがねカレンダーが更新されきってないので、
明日かな更新が入ったらまた確認したいと思います。って感じで選手の雰囲気を一気に払拭するような最高に爽やかな最新話&最終フォーム登場回になってましたので、素晴らしい。来週のガッチャードブラザーズも楽しみにしましょう。以上、レオンチャンネルでした。